3。オッケー。よいしょ。どうも楽勝です。テイルズ・オブ・ヴェスペリア。第7回目。続きやっていきます。まずオープニングから。よく寝たわ。テイルズってこういう絵柄じゃないよね。絵柄がなんか FF みたいになっちゃった。昔のものじゃんけな、昔みたいに。あれだよね、ルーインズゲートのボスが俺らのこと騙して、なんか宝物、海で言ってた、あ、クリアシエルか、海でもらった宝物を持ってったと、そいつを追うぞっていうところでしたね。今回の騒動について。闘技場で悪党をぶっ飛ばすだけだったはずなんだがな、いろいろごちゃごちゃ出てきやがって。フレンまでいるとは思いませんでした。それにあのザギっていうのも。逃げたラーギーもね。ラーギー全部が偶然とも思えないわね。さすがに重なりすぎよ。偶然だったら最悪だな。俺らどんだけ運が悪いんだよ。あれもこれもリヴァイアさんの爪が裏から糸でも引いてるのかね。状況を見つめ直すのもいいけど、ゆっくりしていると逃げられちゃうわよ、ラーギーに。だな。話はここまで。行くぞ。この後どこ行くんだっけな。だからこの後のダンジョンみたいなのがね、覚えてないんだろう。外出て道なりに行けば着くのかな。うわ、これなんかイベントあるな。昨夜も二人いなくなったらしいわ。あのギルドは氷菓子で有名なのにな。観光客は何も知らないから。予想屋とグルなんでしょ。ノードポリカの常連なら引っかからないのにね。いなくなった人たちはどこへ連れてかれてるんだ。さあ、でも誰も戻ってこないわ。
今夜誰もいなくならないといいけれど。この人単なる筋肉バカかと思ったら結構インテリなの。時間が気に張らない。この男口だけは達者じゃな。負けても自分が強いと信じた。それに毎度騙されて勝っとるわしも相当人がいいな。どれこいつらのこと言ってんじゃないのか。無視して言っていいのか。なんかイベントが起きるのかなって思っちゃった。あ、一回ちょっと待て。宿屋に泊まったらなんかイベント起きるのか。ないか。夜になってイベントが起きる。睨んだ。そういうパターンなんじゃないのか。たけ。ほら来た。イベント切るぞ。やっぱり昼間に聞いた人がいなくなるって噂を確かめに行くだけだって。キー、助けてくれ。誰か。予想屋と組み、無知な客を家紋にしたがく、その人生を破滅させて喜ぶ外道、これが報いだ。あ、でも正義の味方っぽいな。グギアーな。いや、何見逃してんの。今の男、それに今の技は奥義、偽証戦を習得。へえ、こんなイベントあったっけ。覚えてないや。何偽証戦。地面をかするくらいの位置から武器を勢いよく振り上げ、その衝撃波で攻撃する。間違えた。そう始あんまり敵と戦わないような方針でいく。どこだ。にゃー、油断は禁物です。ビルベルデッドリーインセクト。うわ、スペクタク、あ、やばいな。どうだ。電線がナイス。ちょっとちょっかい出して終わった。ナイス。殴れ。勝利の合図、いきます。どうぞ。はい、頑張ったわね。優しい世界。あ、ちょっと待ってよ。どっち、こっちなんじゃないか、もしかして。違うかも。なんか違う気がする。違うな。ここじゃ何のための道なんだ。あ、やばい。
やばい。よし。あ、なんかこいつのリタバタするなよ。ミスリス、こいつの情報知らないもん。いや、てかあれだな、スペクタクルズが足らないね。もっと買っとくべきだった。なんでこんなないんだ。勝利の合図、行きます。ほい。はい。上手くなったもんだ。この力が私を強くするの。やっと覚えたか。エアリアルフォース。ちょっと待ってよ。ナース、やめて。消費が激しすぎる。TP。道なりに進んでいけばいいのか。やめて。よし。こっちか。ここかな。洞窟見当たらないわね。ここを進んだんでしょうか。これを抜けて山の向こうに逃げたってこと。でもここはカドスの喉笛って言われてる洞窟で、プテロプスって強い魔物が住んでて危険なとこなんだって前にナンが言ってた。それを知らなくて進んでいったのかしら。いや、そんなわけなくない。五大ギルドのボスだよ一応。わ、宝物。ちょっと、あ話してください。さすが、隠れて俺たちをやり過ごすつもりだったらしいな。さて、じっくり話を聞かせてもらわないとな。俺たちを闘技場に立たせてどうするつもりだったんだ。とにかく箱を返しなさい。仕方ないですね。あら、リヴァイアさんの爪。舐めてるね。確実にして。止める。光か。覚悟しな。おいおい。あ、弓、待って弓。うわ、邪魔せんで。おお、やった。新しい動きを覚えた。ちょっと使いすぎたわ。お前うざい。ダウン取らないよ。ながらん。どこまでも邪魔な連中だぜ。おお、スペクタクルズ3はでかい。当然の結果ね。ルーインズゲートとリヴァイアさんの爪はつながってたってところか。なるほど。手伝うふりして研究所のものかすめたって横流ししてたのね。ああ、やっぱりでもルーインズゲートだったんだね。ありえないって言われたのに。許せない、あいつら。正しいギルドで有名な
ルインズゲートがそんな悪さするなんて。待って、ジュディス、危ないってば。あら、でも追わないと逃がしちゃうわ。あら、さっきも言ったでしょ、危険な魔物が住んでるって。なあ、もうやめとこうぜ俺様はベリウスに手紙渡す仕事まだなのに、ノードポリカから離れちゃったらまたドンにしんどい仕事回されちまう。お前の、私は追いかけるわよ。うわ、めっちゃブルブル震えてる。あんな奴に遺跡から出た大切なブラスティアを好き勝手にさせないわ。あの箱も返してもらう。私も行きます。ああ、何言ってんの、あんたは待ってなさい。いや、そそういうわけにいかないだろう。待ちません待ちませんこりゃブレイブベスペリアとしてはついていかざるを得ないぜそうだね、エステルの護衛が僕たちの仕事だもんね。すごい顔してる、すんごい嫌そうな顔してる。あれ撮りたいな、スクショ。よいしょ。みんなで行けばきっとなんとかなるわ。俺様行かなくていい？いいよ。ああ、ドンのお使い頑張れよ。なんだよ、引き止めてくれよ。ついてくる。すぐ楽にしてやる。サンダーバット触れない剣。岩水が苦手なのか。岩水たくさんあるよね。待て。ほら、おまだバット倒してないんか。ハングリースパイダーがいる。どうぞ。ギターあんまり攻撃しないよ。ダウン取らないよ。触れてます。どこ見てるの。私ももう少しあれば。シールボトル揺れてます。おい、悪くは。クマいる。プーさん、俺な。ハンバラーベア。もうない。こいつは、あれだ。おい、ちょい。攻撃しないで。終わりだ。ダウン取らないでくれ。コンボが繋がらない。そういう細かい説明、細かい設定できないのかな。ちょ、ダウンを取るなみたいな。うっとうしい、あのダウン取る攻撃。ないな、距離を保って。ないな、しゃあない。リミッツボトル下もある。ほっほっ、ナイス、完璧。
痛くしたらごめんなさい。連戦が総流連が、はい、押したのに。さて、リンチリンチ、起こしたれ。まだまだここから。マイティガードさっき買ったね。昨日買ったね。昨日じゃない。何？深夜に買ったね。6時間7時間前くらいに。やっぱ手に入るんだよな、こういうのって。お金もったいねえ。へい。へいへい、こう。あ！怒んないでよ。へい。ナイス。力合わせていきましょう。まだまだ余裕。あなたたちの負け。いい感じだな。ステップコンボ。ステップコンボって何？バックステップ中に丸を押すと行動キャンセル。ああ、そうなんだ。知らんかった。すぐ楽にしてやる。月影陣。いやあ。やばいやばい。困ってる。次どいつだ。終わりだ。おい。次どいつだ。ゆっくりお眠りなさい。この力が私を強くするの。ママみが深い。ひひひひ。あ、絶対今無理だ。油断は禁物です。まだ二十何レベルだし俺。余裕。タクシーにああいうなんかめっちゃでかいボスの中の敵がいるんだ。今は無理だ。時期じゃない。さすがです。強くてごめんなさい。コンシューマータック27レベルか。あ、無理だろうな。こっちからかな。あ、こいつ、やっぱりこれ2個あるな。無駄に作っちゃったね。宝物気になるけど。わ、隙だらけです。作戦勝ちに。あ、間違えた。余
余裕。また間違えました。あー、これまた間違えた。えいえいえい。いや、じゃなくてリカバー使ってあげてよ。リカバー。ナイス。勝利です。行きます。どうぞ。はい、頑張ったわね。大活躍だったね。エステルスパイク棒。よっこいせ。あ、パーティー。なんか聞こえなかった？ここなのじゃ。かわいい。お、また会ったの。そんなところから出てきて、やっぱりアイフリードのお宝を探してるのか。うむ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 。ねえ、そのお宝ってどんなものなの？聞いて驚け。それはマリスステラなのじゃ。何それ？さあ、博識なエステルも知らないなんて。マリスステラはアイフリードのお宝の中でも何よりも貴重なものなのじゃ。はあ。で、そのマリスステラとやらってお宝は見つかったのか？宝とは簡単に見つからないから宝というのじゃ。そりゃそうだ。変なの。ねえ、ノードポリカで聞いたパティがアイフリードの孫って本当？やめなよ。何よ、そうなの？お嬢ちゃん、盟友に孫がいたと知ったらどんな顔するかね。そういえばドンとアイフリードはユニオン結成以来のお友達なんでしたよね。でもさ、嘘でしょ、アイフリードの孫なんて。だってその話一度も聞いたことないし。本当なのじゃ。なんか嘘っぽい言い方だけどね。本当なのじゃ。多分どういうことです？多分というのは推測のことなのじゃ。いや、そういうことじゃねえよ。エステルはなんで自分のおじいさんのことを推測で話してるかって聞いてるのよ。それはうちが記憶喪失だからなのじゃ。あら、記憶喪失。ま、そういうことなのじゃ。ポジティブなんだよな、記憶喪失なのに。じゃあアイフリードの孫ってのは本当かどうかわからないってこと？なんでそう思ってるんだろうね。絶対本当なのじゃ。らしい。多分。かわいい。なあ、もう絶対なのか多分なのかどっちよ。わかんないからマリスステラを探してるのじゃ。なるほど、自分の記憶の手がかりな感じなんだね。つまり記憶を取り戻すためにじいさんかもしれないアイフリードに会いたい。そのアイフリードを探し出すためにマリスステラっていうお宝を探して回っているってことか。のじゃのじゃ。いつの日かじいちゃんに会えるのじゃ。でもそんなことより紅の小箱追いかけなくていいのかしら。ああ、そうだった。あんた、なんでついてきてんのよ。平然とついてきてるやん。うちもこっちへ行くつもりだったのじゃ。ねえ、かぶってるだけだよ。だったら一緒に行きましょう。優しいエステル。それがいいのじゃ。買い物に行くのとはわけが違うんだぞ。承知の上なのじゃ。何かあったら力になるぞ。まあ、頼もしい。かわいい。さあ、記憶なき少女。来たらもう勝ちよ。記憶喪失？記憶喪失ってお話の中だけだと思ってました。案外簡単になるわよ。ブラスティアの実験に失敗、爆発に巻き込まれて記憶が吹っ飛んだってよく聞くし。でも記憶が一切ないっていうのは珍しいわね。寂しいですね。そうじゃな。でも昔の記憶がなくても
今より先の記憶はこれからできていくものよ。そう悲観したものでもないと思うわ。なるほど、素晴らしい考え方。そういう考え方もあるのじゃな。超ポジティブ。うちの思い出のアルバムはこれからゆりとゆりとゆりで埋めていくんじゃ。かわいい。ゾッとするアルバムだわ。かわいすぎる。私たちのことも少しは入れてほしいですじゃ、隅っこにちまっと入れておいてやるのじゃ。くそ、かわいい。マジでパーティー、ジュディごめん、俺パーティー使いて。あーぶ、あれ変わってないね。ちょっと次フォームアップ、てかフォームアップをここにセットしてるのが良くないな多分。バリアブルトリガー、リトルビッグシェフ、トリックトリックをここにして、リスキーキャットをここにして、フォームアップこれにしようか。これでいいんじゃないか。で、ちょっと作戦を節約しろ。いいんじゃない。気楽に行こうではないか。グレーネル、間違えた、間違えた、間違えた。熱帯症、ノーマルコースター、野菜地のざわめき、トリックタイプ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 、ブレインよ、ブレインよ、変距離型銃で近い。これ結構強いんだよな。あとトンネル的にはね、当たんない。出直してくるのじゃ。なかなか当たらんからむずい。まだまだ楽しい。こいつの技は全てにギャンブル要素があるからおもろい。クリティカルモードっていうのやった。相手に不足はねえ。近距離も遠距離も、まだまだここから。近距離も遠距離も強いみたいなモードがあるんで、ブレイネルは遠距離モードで、ビッセリブシア、正義か悪かを測るために作られたナイフ、絵に天秤のマークが刻まれている。女の人でも扱えるように軽くて丈夫な素材で作られている。その軽さはまるで羽毛のよう。はいはいはい、トリックトリック、とりあえず50くらいは行きたいんだよな、カウントな。ある程度使わないと。ウォーハープン、アクアマリ、かわいい、超癒されるわ。えい、あー、ミスった。リタバタするなよ。アドバンスモードが近距離モード。待って、骨のあるやつはおらんの。おらんの。てへ。ポリポリ。やめて。よーし。相手に不足はねえ。ノーマルモード。間違えた間違えた間違えた。よし。シュッシュッ。かかってくるの。
から出したんだそのビーム。トリックトリック。いやあ、先を急ぐぞ。完了。コンシューマーアタック覚悟の記録。まだまだ。あ、お助けを。なんなのじゃああれは。うわ、エアル濃いね、めっちゃ濃いね。エアル、ケーブモックのと同じだわ。ここもエアルクレーネなの。こりゃどうすんだ。強行突破は無理そうね。です、この量のエアルに触れるのは危険です。こんなものに助けられるとは。待て、うぜえな。うわ、あ、さすがに離れた方が良さそう。この揺れは一体。お、あれがカロルの言ってた魔物か。違う、あんな魔物見たことない。パティ、ダメ。うお、うお、エアロ捨てない。エアロ食べた。助けてくれたんじゃない？やばいか。そんなことない。ほら、助けてくれたんだよ。あら、動ける。いい加減にして。切れてるやん。リタ、危ないです。大丈夫よ。この程度の濃度なら害はないわ。今のは一体何だったんだ。何これ。暴走したエアルクレーネをさっきの魔物が正常化した。でもつまりエアルを制御してるってことで、ケーブモックの時にあいつが剣でやったのと同じ。なるほど。通っても大丈夫かリタ。そうね、多分。よし、突撃なのじゃ。パーティー、足元気をつけてください。気になるかしら。そりゃそうよ、あれを調べるために旅してるんだし。どうすんだリタ。分かってるわよ。カロルめっちゃ疲れてる。分かってる。今はあいつを追うとき。でもそいつはどこかに逃げたりすんのか。逃げるわけないでしょ。あ、そっか。いいね、いいわ。優先順位を。よし、つけれるようになったね。リタもカロル、大丈夫か。うん、大丈夫、大丈夫だよ。あ、なんか若い子ほど、まだ未発達な子ほど影響受けやすいって言ってるから、カロルはかなりきついのか。てかパティもそれだったらきついはずだけど、と疑問に思うんじゃなかろう。さっきの魔物の力もリゾマータの公式なの。一応パティが大丈夫なのには理由があるんですよ。魔物がエアルを食べた。エアルを食べる魔物なんて一体何だったんでしょう。少し他の魔物とは雰囲気が違ってたよね。ああ、そりゃ感じた。俺らのことじっと見てたようにも思うし。誰を食べようか悩んでたんじゃない。私長い時間目が合っていたんですけど。あら、よかったわね、きっと一番美味しそうに見えたのよ。それ全然良くないです。コメントだね。ちょっとだけ頑張るぞ。ちょっとだけな。クリティカルモード来た。あー、クマだな。クマだな。クマクマ、えい、はい、みんなクマ見たくないぞ。見たくないぞ。え、押したけどね。うわぁ、目からビー。よ
俺か。ロングポート。セーブポイントあるね。まあ今中間って感じか、このダンジョン。エアルクレーネについて。まさかカドスの喉笛でエアルクレーネが見つかるなんて。ちょうどよかったね。うむうむ、少しは人も行き来してるのに誰も気づかなかったのかな。多分今までは異変を感じるほどエアルが出てなかったんだと思うわ。じゃの、最悪のタイミングで噴出してくれたおかげで、こっちはいい迷惑だけどな。おかげで発見はできたから、よしとしときましょう。そりゃお前は満足だろうけどな。で、その発見したエアルクレーネというお宝は誰が持ってるのじゃ？リタ、説明してやれ。いいけど、だったらなんで相槌打ってんの？いいじゃねえか。分かった、リタ。うわあ、当たんね。勾配に。ここだけ頑張るぞ。勾配があるとね。はい、はい、ブレイネルモードか。クリティカルか。勝利の合図、行きます。ほい。はい。うまくなったもんだ。宝箱。地雷や。ナルト思い出しまった。すいません、ナルト読みてえな。おい、当たらない。確実に仕留める。覚悟しな。何者だ。ノーアノマ。シュッシュ。ガードしてもらいいや。骨のあるやつはおらんの。あざとすぎて、あざとすぎてかわいい。当たってんだろお前。よし、戦闘モード、ノーマルモード。アドバビーム、ほらやろうよ。はい、どっから出てんだよあのビーム。やったわね。やりました。どういう理屈なの。スパインリッパー、もう返しがついてるやつか。森みたいだね。海とかで使う。え、あそこ繋がってるんだ。繋がっているんだ。そうなんだ、まあ、一周するだけだけど。力合わせていきましょう。ブレイネル、ブレイネルは変化。やばい、囲まれちゃダメだ。ブレイネルモード、やめてくれ。やめてくれ。これはこれで強いんだけどな。見てるから。終わりだ。力が湧いてきました。やっぱ近距離でボコしてる方が楽しいかな。あ、え、気楽に行こうではないか。ノーマルモード。ゲイン。距離長いな、バックステップ。勝利の合図、行きます。
ほい。はい。上手くなったもんだ。なんか組系結構危ね。ああそうでもないな。開く。繋がってないのか。シルバーサークルとここに見えない宝物があるのか。ああ校舎見えるわ。意地悪だ。いやパティにはサークレットは似合う。お前だな。リターもつけられんのか。ちょっと待って。ブロンズ。スペシャルサイズじゃなくて285、317。こっちこうするか。ちょっとリタの防御力が低すぎるしね。ちょっと強化してみるよ。で上プーさん倒して。怒ってる。油断は禁物です。アドバンス。交流連型。はい、取り返す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 。はい、それ。はい、それ。それ。はい、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 それ。ああ。まだ倒してないか。先を急ぐぞ。このスキルはうちのものじゃ。ステップキャンセル F。 フォームアップの技発動後に、ああこれね、これ大事大事。フォームアップの技発動後の硬直をバックステップでキャンセルできる。これマジ大事。このスキルは強いぞ。必須だね。悪く思うなよ。どうでしょう。アドバンスメールをこうやってキャンセルしていいでしょう。なんの。お前仕事しろよ。なんでリカバー使ってあげないの。え、リカバーじゃ効かないじゃん。ごめん、俺が悪かった。誰か炎症中の援護を。分かってるわ。バンスターエイド。それエイムの活力。ここへバンスターエイド。えいえい。もう敵はおらんかの。排除排除。ノーマルか。アドバンス。こういうなしか。ミッドレイ。おいおい押したけど。やばいやばいやばい。死ぬぞ。欲しいけど。あ、間隔短いのか。セーブポイント、どっちかでよくね。全開するってことはボスなんじゃないか。ここいや、いた。こんなことに。おお、かっこよすぎる。
鬼ごっこは終わりだな。超優秀だよな、ラピーノ。ここは…あ、そういうことか。あー、ルーインズゲートのやつじゃなかったんだ。演奏してたんだね。そういう仕掛けか。どういうことです？ラギーさんに変装して。今はあれこれと考えてる暇はなさそう。あ、よかったね。やっぱり悪い人じゃなかったんだ、ラギーさん。もう怖いです。目はラゴーみたいになりたくないですよ。ラゴー、ラゴーがどうしたんですか？あ、ちょっとビフォーにラゴーの死体がダングラスとの川下でファインドされたんですよ。ミーも青はなりたくねえってことですよ。ラゴーが死んだ？どうして？それはミーの口からはキャンナットスピーク。キャンナットスピーク。心当たりがあります。あ、そっちは？ドロシュ。イエガー様。ゴーシュか。ドロワット。お助けたいだにゃん。お助けたいだにゃん。ゴーシュ、ドロワット、あとは任せましたよ。了解。アイアイさ。逃げられちゃう。行かせるかよ。いや、また一緒。 See you next time ね。逃げられちゃう。マジンガッタ、こいつだ。プテロプスだよ。2人揃ってケツついてる。ちょっと待って待って待って、プテロプス怖い見た目してる。アドバンスモードか。光、え、水、え、風、水、闇が耐性あるから、岩、火、水だね。こうか。急いで。キルネギ。クリティカルモード引くまで。よし。でこう。空中にいるだけはやりづらいな。なんか相手の技当たんないかも。あ、違うな、おでん。さあ、そういう感じか。だるいぞこれ。リーダーバット、アタックバット。うわー、足んねえ、スペクタクルザが。いや、そういうことか。ちょっと待って、マジックバットから殺さないと。これダメだ、強すぎる。やばい、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 これやばいぞ。思ったより強い。パリに当たったって低すぎて。マジックバットから殺そう。マジか。当たらん。おい、やばいやばい、当たんない。なんかイライラしてる。死んでるし。あ、これやばいやつだ。混乱、混乱で味方殺すやつなんだ。味方攻撃しちゃうから。うわ、え、直せない。え、直せるやつなくない？
話し呼ぶとするか。あ、大丈夫です。よし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 、はい、いやで、いやで、アライフボトルいいよ。大丈夫です。やっ、ボーさんないのマジでずるいってこれ。はい、やっ、大丈夫です。やっ、これパーティー失敗だったなマジで。俺もぼやぼやしてらんねえな。マジよっと、あーまたこっちの方がやりやすいわ。あー死んじゃった。ナイフボタン大丈夫です。今大割り道中だからみんな避けな。ありがとう。みんな逃げな。まだ行けます。手はやけんな。まだ行けます。待て、いや忘れてた、全力で戦わせよう。でナース、大丈夫。え、なんかノーマルモードに変わっちゃった。いやマジで当たらん。イライラする。検証中はフォローして。わかった。でどころじゃねえって。任せろ。ここだな。いや当たんないよ。飛んでる時マジでうぜえな。お、あと1匹じゃん。こいつ殺せば、てか使えつけんだろ。あー、またオーバーリミットしちゃった。もうオーバーリミット中は身を守れ。ガードに専念しろ。よっと。リタを、なんでリタを誰も回復してあげない。あ、回復、あれか、身を守れにしてるからか。俺がリタ回復してあげなよ。みんな苦しそうだよ。終わり道で終わったかな。終わってそう。任せた任せた。 HP 回復優先の術主体。分裂うざいって。あ、でももうちょっとだ。これダメだ。じゃあリーダーハット殺すしかないんだ。しかもあかつな、ずるお前だけなんか高くない？無理じゃん。あ、ガチで無理なやつだ。わ、しかもまた混乱してる。混乱やめて。本当に
ってこれどうやってさ、有利に変えよう。もうダメだ。どうやって変えるんだっけ。あ、できた。話にならない。当たらないのは。もう早めにやるべきだ。リーダー殺せば。電線が強力なのじゃ。回復します。よし、なかなかやるの。当たんないのはちょっと話にならない。効かねえな。ちょっと相性悪かったな、パティと。あとめっちゃ回復求めてる。させません。なんとか耐えた。電線が。やら死ぬぞ。え、あ、TP がねえのか。まずいな。死ぬぞ。俺が死ぬぞ。いいのか。死んじゃったぞ。マジで飛んでる敵のストレスエグいな。あ、死んでる。マジック、マジック、うわ、マジック2体のうぜ。また死ぬな、誰か。ゴー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 。ピンチだ。いや、わかる。電線が。いいよこれ。電線が。交流連が弾。よし。ああ、やっと終わった。長かった。これマジ強かったわ。このボス強いてか、うざかったわ。最後のスペックの効果を。ここやれやれね。それよりも早く急ぎましょう。めちゃくちゃグレード低い。シークレットミッション終わらしたのにマイナス6ぐらいされてる。操作キャラ戦闘不能。あ、でも4回からしか殺されてないの。なんかもっと死んでるイメージだった。スピードライン、いい感じだな。当然の結果ね。いや、えぐいなこれ。敵の施しは受けない。バカにしちゃ嫌なのよ。でもドラット好きなんだよな。その傷では撤退する。バイバイだよ。なんだこの煙。あら、苦しそう。これじゃあワンコも匂い追えないってか。匂いさえ我慢すれば平気なのじゃ。お強お前。神道明確。火もまたじゃない、水なんだっけ。神道明確、火もまた涼しいみたい なんかそんなことわざある。その匂いがダメなんだってば。あいつらを追うぞ。強いな、リなんだっけ、パティ簡易テント。ちょっとテント張るか。ここら辺で張れないのかな、ダンジョン内じゃ。
強かったなマジで。二度と戦いたくない、あの系のボス。てかパティ背が低すぎる。空中の敵とはめっぽい弱いわ。リーダーバットに届かないのマジビビったな。物理的に届かないのもどうしようもないから。何この熱気。洞窟で山の向こうに抜けてしまったのじゃ。それってつまりコゴール砂漠だわ。あらら、来ちゃったわね。コゴール砂漠、フェローがいる。私、やっぱりフェローに会いに行きます。待て、エステル一人を行かせられないよ。今の僕たちの仕事、エステルの護衛なんだから。まあ取られた箱も戻ってきたし、もういいんでない。確かに、いつまでもあいつらを追っかけてるわけにもいかねえし。じゃねえ、次会ったら蹴りつけるぜ。ちょっと待って、本当に行くつもり？分かってんの？砂漠よ、暑いのよ、死ぬわよ、舐めてない？分かってるつもりです。砂漠は3つの地域に分かれてるの。こいつ砂漠に詳しいよな。は？砂漠西側の狭い地域が山麓部、最も暑さが過酷な中央部、東部の巨山部の3つね、はい、いやここねめっちゃ広いんだよね。ちょっと山麓部と中央部の中間地点にオアシスの町があるわ。何の話？前に友達と行ったことがあるの。水場のそばに栄えたいい町よ。込み入った話はとりあえずそこでしようってことだよな。それがいい。おっさん、そこ見えしていかんのよ。パティはどうするの？探してる宝物、マリスステラだっけ？いや、一人行くの厳しいよ、砂漠は。その町に手がかりがあるとは限らないと思うんだけど。なに、人がいればそれはことごとく手がかりになるのじゃ。そうね、人は普通に住んでいるわ。では、うちも共にその町まで行くのじゃ。リタ、わかったわよ。とりあえずそこまで行きましょう。イエガーについて。あのラーギーさんがイエガーの変装だったなんて。これでルーインズゲートとリヴァイアさんの爪の関係がはっきりと分かったな。どっちもイエガーがボスだったってわけだ。そう決めつけるのは早いんじゃない、ね、俺たちの会ったラーギーがイエガーの変装した偽物だって可能性もあるでしょ、ね、そうじゃないの。本物は今もどこかの遺跡でせっせと発掘作業をしてるかもよ。そういうイメージだと。そこまで事情が入り組んでたら面倒でしょうがねえな。さすがにこれは考えすぎかな。その辺まで含めてはっきりさせときたいな。そうだと思ってた。いや、この先か、広いのは。あれ？あ、ちょっと違うな。待って、まずスペクタクルズ買おう。むっちゃ広いダンジョンがあったイメージなんだけどな、砂漠の。静かな町だな。でも暑い町よ。しないんじゃん。こんなところにも騎士がいる。少なくとも前来た時はあんな物騒な人たちはいなかったわね。それじゃあうちは宝の手がかりを探すから、ここでバイバイなのじゃ。一応バイバイ。なんじゃ、もう少しいてほしいか。目が。まあ楽しかったけど、パティちゃんにはパティちゃんの事情があるのよね。じゃ、では行くのじゃ。ああ、気をつけてな。ニコ。かわいい。行かないでくれパティ。とりあえず自由行動にしないか。賛成。何するにしてもちょっと休憩したい。じゃ、日が落ちたら宿屋の前で落ち合おうぜ。わかったわ。
気使うのも大変やね。まあちっとは考える時間も必要だろ。ははは、頑張れワコードども。レイブンはいいバランサーになってるな。大人組と子供組のマンタイク、水と砂漠の町マンタイク。騎士団について、帝都から離れたこんな町にまではるばる騎士団が来てるとはな。町の治安維持みたいな首相な理由だったらいいんだが。確かに嫌な予感がするぜ。いやいや、ここの失勢感が良くないみたいな、またそういう感じだったらだるいね。ここ水と大佐か、水と大佐の町万太鼓は特別警戒中、怪しい動きをしたら即時拘束。こっちは何だ、旅の者ならうるちゃしないでそこの宿で寝てろ。世の中って分かんないよね。あのルインズゲートが裏で武器を売ってるギルドだったなんて。それも遺跡から不正に横流ししてる。あ、そういう感じなの。もう普通にルインズゲートはとリヴァイさんは別だと思ったけど、一緒の感じなんだもん。世の中裏表を作らないと生きていけない時もある。なんか悲しいね、そういうの。だったらカロルは正々堂々と生きればいい。ブレイブベスペリアは胸張って生きゃいいんだ。そう、そうだよね。とにかく今はフェローだよ。ああ、砂漠に入ったらいよいよってとこか。ねえ、この依頼が終わったら一旦ダングレストに戻る？そうだな、とりあえずそういう話は仕事が終わってからな。あ、うん。兵士が直立不動で店の主人を眺めている。全く動かない。もしかしたら寝てるのかもしれないな。一人で。状態異常と状態変化は違うのか。うわ、あ、てかもう10円なんだからフルで買っとくか。ここら辺は全員揃ってからだな。また食材だけ見ていこう。冷やかしも大歓迎さ。おっさん、悪いな、こんなところまで付き合ってもらって。何、どうした？機嫌そうな顔して。なんだよ、変な顔して。そんな風に謝られるなんてちょい気持ち悪いわ。だっておっさん、ベリウスに書状を届ける用事があったんだろ。そうだけど、新月まで会えないってんならしょうがないって。ジョーちゃんの気ままに付き合うわよ。おいおい、気楽だな。いいのか、うろうろしてたら新月過ぎちまってドンに叱られるぜ。どうせ叱られ慣れてるし、待たされるんなら次の新月までだって待つわよ。新月は来月も来年も何度もあるんだから。気の長いお話で本当にそれでいいのかよ。そうなの、それでいいわけないのが大人の世界ね。そうなんだよね。まったく、ま、適切な判断ができるのも大人ってわけよ。行かなきゃなんないって分かったら行くって。ま、もう少し一緒にいさせてよ。お好きにどうぞ。レイブンのこういうとこ好きなんだよな。しっかりしてるとこしっかりしてんだよな。自分は入隊早々こんな砂漠まで飛ばされてきたであります。
任務の意味はよくわかりませんが、頑張って住民の皆さんを監視、監視？なんかまためんどくさいことやってんな。初任務は緊張するであります。なんかさ、おかしいだろこの町。みんな閉じこもってるみたいでさ、この兵士たちといい何かあんのかね。てんてんてん、あっち行け。ああ、ここは我々騎士団の駐留所だ。貴様らんぞ用事はあるまい。って言った。あら、どこ行くのかしら。エッチお姉さん。いや、ちょっと散歩にな。そっちこそどこ行ってたんだ。これから行く砂漠ってどんなところか見てきたの。こいつ今思えばパンツ履いてんのか。ノーパンだとしたらえぐいな。下見は必要だよな。ティーバッグか。で、どうだった。暑かったわ。そんなことは分かってんよ。でも思ったほどじゃなかったわ。うん、うん、いや、フェローはいたかってことなんだけど。そんなすぐ見つかるかい。そうね、いたらよかったんだけどね。まあ、そんな簡単に見つかったら世話ないよな。なんだよ。もう一回自分の目で確かめてくる。いや、いい。もし行くんだったらみんなで行った方がいいだろ。間違いない。あら、そう。この町に用事がないならさっさと出て行け。そうでなくともさっさと出て行け。大丈夫かしらね。なんともなければいいけど、どうしようかしら。なんか意味深だね。何かを知ってそうな口ぶり。まずお前、ワンダーシェフだな。久しぶりだね、ワンダーシェフ。よくぞ見破ったな。褒めて使わす。褒美としてそっちに料理を教えてやろう。まあ、砂漠っぽい料理かな。なんだろう、カレーっぽいね。そしてこれもやるからたくさん練習するがいい。精進せよ、さらばだ。おっと、見つかってしまったね。え、君が寝ている間にこっそりとワンダーログを増やしているのは内緒の話だ。知ってしまったね、僕の秘密。誰にも話したことなかったのに。大丈夫、秘密にしていてくれればこれからもいつでもこっそりと君の枕元に。おっと、これは記者としての守秘義務に反す。グッバイ。気づかなかったけど、俺はこの兵士に話しかけたかったんだけど。熱い。この鎧とかヘルメット、さてみ、超熱いから。確かにエグそう。あ、パティどうした。なんだ、まだいたんだな。言い方なんじゃ。うちと別れるのが寂しくて探しに来たのか。そうだよ。お前の方が俺と離れがたくてこの辺りをうろうろしてるんじゃないのか。実はその通りなのじゃ。うちと結婚してくれ。かわいい。するする。お前が大人になったら考えてやるよ。お、来たな。あんた何。いや、こいつのちょっとした知り合い。うちの旦那なのじゃ。まあいいや。一応あんたが欲しがってたマリスステラの情報は手に入れたが。ありがたいのじゃ。その前にあんた、アイフリードの孫って話。あら、なのか。ここでも。お、あ、悲しい。聞いたんだよ、そういう噂を。本当なのか。下向かないで。本当なんだな。だとしたならお前にはこいつはやれない。ギルドの義に反した奴の孫と取引したと分かったらうちらの信用もないからな。でもまあそれもしょうがないことなんだよね。アイフリード、あんた自身はどうか知らんが、ギルドの世界で生きる俺たちにとってはアイフリードは最も許せない存在だ。そんな奴の身内だと自分で言って回るような奴と関わるのはごめんだ。まあ、金輪際俺たちの前に顔を出さないでくれ。悲しい。やめてよ。今回の件を逆恨みしてうちのギルド員に何かするようなことがあったら黙っちゃいないぞ。でもこいつも必死なんだよな、ギルドを守るために。ギルド、天地の穴蔵を単なる測量集団だと侮るなよ。そんなことしないのじゃ。どうだろうな。何しろ護衛と称しながら船を襲った卑怯者の血が流れてるんだ。言い過ぎじゃねえのか。何を考えてるんだかわかんないさ。ぶっ殺すぞ。
あんたも旦那かなんか知らんが、あまり関わりにならない方がいいぜ。黙って聞いてるだけなのな。わからないのじゃ、じいちゃんのこと、事件のこと、本当なのか嘘なのか、ねえ、悪人だったのかいい人だったのか、悲しすぎる。うちがわかってるのは、うちにとってじいちゃんがとても大切な人だったってことだけ。だから否定も肯定もできないのじゃ。大人なんだよなパティ。自分がどういう人間なのかもよくわからないか。うちはうちじゃ、それはわかっとるのじゃ。だったら言い返せることもあったんじゃねえのか。いいのじゃ、じいちゃんのことであれこれ言われるのはもう慣れっこなのじゃ。うちはそんなつまらぬことは気にせず、気ままな宝探しを続けるのじゃ。でも情報も手に入れられなくなっちゃったね。そんな強がり言って、一人になった時こっそり泣くなよ。泣いてなんかいられないのじゃ。何しろうちのモットーは辛くても泣かないなのじゃ。あ、なんでもいいけど、そうは言っても宝探しの手がかりがない状態じゃどうにもなんないよな。何、当てはある。じゃあの、うん、悲しすぎるパーティ、強く生きろ。砂漠を越えるなら水分水分を確保する手段をしっかり用意しておくことね。じゃないとミイラになってバタン級。もういくつだよ年。全くやってらんないよな。こんなとこでなんで住民の監視が必要なんだか。本当だよね。目の前には泉があるんだぜ。ファウンテンだぜ。こんなクソ熱い鎧なんか脱いで泳ぎてえや。またユーリよ、浮かない顔してるな。そんなに砂漠って危険なところなんでしょうか。そりゃそうでしょ。リタがあんな真顔で冗談言うわけないだろう。そうですよね。皆さんを引っ張ってきておいてここまでなんて。みんなのことはどうでもいいんじゃねえの。だってしたいようにしてるだけだからな。でも肝心のお前はどうしたいんだ。私、それは自分が何者か知りたいって言ってただろ。そうですけど。エステルがブレイブベスペリアの雇い主だ。お前が行こうって言えば俺たちは行くし、代わりに行ってくれって言われれば俺たちがフェローを引っ張ってきてやる。ユーリ、私は焦って答え出してもしょうがねえな。なんかアイテムどこしない。これで全員話しかけたか。ラピードは、そういえばラピードおらんくない。いないじゃんラピード、マジで。中か、おらんな。あ、リタもいた、忘れてた。てんてんてん、邪魔だ、うとしせい。アイリタ、鍵がなければ開かないだろう。分かってるわよ。本当に返しに行くつもりか。行くわよ。何か。いや、ノードポリカで見たでしょ、私の魔術の制御が効かなくなったこの中に入ってるクリアシエルってのがエアルに何らかの干渉してるんだわ。エアルに干渉だって。こんな小さな箱が一体どうして。それが分かんないからなんとかしてこの箱開けたいんだけど。確かにヨウムゲンって町にその箱の鍵になるものがあるかもしれないな。確かに。もうエステルにお願いされたからとかそういう問題じゃない。それじゃあお前はあの日記に書かれてたヨウムゲンって町を探すのか。そうね、できればそうしたい。できれば。エステルをほっとくわけにはいかないのよ。ほっとけばいいだろう。ほっときたいわよ。でも
できないな。今までだったらそうしてたのに、なんで砂漠へ行くなんて本気じゃないわよ、ね、ここまで来て本気じゃないと思ってんのか。お前行くに決まってるだろ、ここまで来たら。え、やっぱまだ話しかけてないやついる。ラピードだ。どこにいんの、ラピード。見当たらないけど。あ、いた、ラピード。カロル、これを。どうしたの、エステル、突然。これは仕事の報酬です。きっと高値で売れると思います。ここまでありがとうございます。一人で行く気なのか。え、何言ってるの、まだエステルの依頼は終わってないのに。みんなとはここでお別れです。お別れって、あんたはどうすんのよ。一人で行く気か。フェローに会うのは私の個人的な願いですから。アホだな、そういうの許してくれるわけないじゃん。何言ってんの、危険だって。だからです、これ以上みんなを私のわがままに巻き込めません。義をもってことをなせ、不義には罰を。え、あ、僕たちの掟だね。どう考えてもエステル一人で砂漠の真ん真ん中に行かせるのは不義ね。俺、掟を破るほど度胸ねえぞ。なあ、カロル。そういうことのようだけど。みんながそう言うって分かっててやってるだろう。自分への愛を確かめるためにやってんな。ま、現代の女の子みたいなことやってんぞ。私とても嬉しいです。でもやっぱりダメ。鬱陶しい女子ムーブしてるぞ。待ちなさい、エステル。あんたらも何考えてんの、自然舐めてない。お、やばいからこそ、まともな意見。みんなで行かないとな。僕怖いけど、エステルをほっとけないよ。あんた、なんとか言いなさいよ。ここでごねたら、俺一人であの町戻んないとダメでしょ。それもめんどくさいのよね。確かに。まったく、あんたたちと来たら。どうしても行くの？はい。私、考えたんです。みんな自分たちのやるべきことを探してやりたいことのために頑張ってる。でも私はそんなこと考えてなかったかもって。私も自分の本当にやりたいこと、やるべきことを見つけなきゃって思ったんです。そのためにも自分で決めて、自分から始めたこの旅の目的を達したい。これはけじめでもあるんです。分かったわよ。入ろうじゃないの、砂漠中央部に。え、こんな頑固な連中、もう私には止めきれないわよ。リタ、リタこそついてくる必要ないだろう。エアルクレーネ調べるんじゃないのか。なんでみんながみんなこういう言い方すんの。あんたたちみたいなバカほっとけるわけないでしょ。エアルクレーネは逃げないんだから、うん、後でまた行くわよ。確かに。ただしこの町でちゃんと準備して万全で行くわよ。迷惑かけてごめんなさい。この旅の最初からこうなる予定だったろ。うん、ありがとうございます。あれ、ジュディスは。あ、来た。話はまとまった。とっくに。どうするの。行きます、砂漠の中央部に。だと思って準備をお願いしておいたわ。宿屋で貸してくれるそうよ。有能、超有能お姉さん。この町から出る前に十分に休みを取った方がいいわね。おっさん、休んでばっかり。そうね、一緒に添い寝してくれる。大人の余裕だね。あ、痛そう。フェローはどうするかしら。ジュディスは気の利く女、できる女だね。砂漠について。まだ砂漠の端っこにある町だってのに、こうも暑いと頭がクラクラするわ。
若いもんがだらしないね。あれ、リタが反論しない。暑い、マジで暑いわ。暑さのせいで聞こえてなかったみたいですね。泊まれるか。いらっしゃいませ。水と黄砂の町、黄砂マンタイクへようこそ。この騎士、何？ご宿泊ですか。ああ、砂漠へ行くんで、その準備と少し休憩にな。ああ、砂漠に向かう準備をしてほしいというのはあなた方ですか。しかし危険なのは分かってる。そうですか。では立たれる前までに準備できるものをご用意しておきます。ご宿泊に400ガルドをいただきますが、よろしいですか。いいよ。ではゆっくりお休みください。なんか変な雰囲気よね、この町。やたらと騎士が目につくし。とにかく今夜は寝よう寝よう。でもさ、騎士に入り口に立たれると落ち着かないよね。確かに威圧感半端ない。気になります？なるなる。まあ守ってくれるってんならいいんじゃない。さあみんな寝よう寝よう。世話になったな。どんな理由があるか存じませんが、やはり砂漠へ行くのはおやめになった方が。どうした？サンキュー。でもみんなで考えて出した結論だからな。そうですか。ではお約束のものを。水筒、こんな小さいの？十分じゃない？そうね。砂漠に生えてるある種のサボテンは水を多分に含んでるから。そう、そこからこまめに水を補給すればこれでこと足りるの。よく知ってるわね。ありがとうございます。助かります。いえいえ、それらは差し上げますので遠慮なく使ってください。ここを出てすぐそこの分かれ道を右に曲がった突き当たりに湖があります。そこで水を汲んでいくといいでしょう。わかった。ところでさ、ここにいたあの騎士、何？ずっと見張られてて、おっさん緊張しちゃったよ。嘘ばっかり。あれは監視です。住民が外から来た方と勝手に話をしないように。何それ？どうしてそんなことを？理由は分かりませんが、執政官命令で私のような商売人以外は外出禁止なのです。なるほど。だから街中に住民の姿が見えないんだな。なんでだ？ここでも執政官が悪だくみしてるのかな。つい最近まで執政官なんていなかったのに、とうとうここに来て。そうなんです。ええ、最近ノードポリカで騎士団が動いているとか、うんうん、ついに騎士団がベリウスの捕縛に乗り出したみたいですね。なんで？この町に帝国の執政官が赴任してきたのもその波紋みたいですね。騎士団がベリウスを捕まえるの？なんでも闘技場のドゥーチェがジンマ戦争の裏で糸を引いてたらしいですから。本当かよ。ベリウスが？この町ではそう言われてます。まあパレストラーレがある限り帝国は迂闊に手出しできないはずですがね。あ、ご利用ありがとうございました。いいおじさんだったね。世話になったな。湖に水汲みに行くぞ。買い物。金がねえな。
エステルの武具は作りたいんだよね。鉄の穂先か、サボテンの針、この後手に入る素材ばっかだね。鬼包丁は持ってる。あれ、鬼包丁プラス1は持ってる、どういうこと。やべえ、俺鬼包丁進化させちゃってるな。スキル変わってない。あ、変わってないわ。進化させてもいいやつ。灰剣。プラス1。もう使ってないし、剣プラス1。じゃあいいんじゃないか。あ、間違えた。一緒だね。はい、スパインリッパー。フェイタルとディフェンダーズ。あー、じゃあダメだ、まだスキルを習得してない。フレセントアックスプラス1持ってる。ウォーハープ得てないよ。だよね。スパイクハンマー。デズエサ出せないのか。これやっちゃったな。まあ、いっか。このうち作れるか。イザーズホル。デズエサ鉄がない。あ、これ作るか。はい。覚悟の記録。これは育てて大丈夫だ。リベットベルト。あれ、リベットベルトって俺持ってないの。持ってそうなイメージだけど。持ってるじゃん。装備してるじゃん。いいって書いてるわ。チェーンウィッププラス1。チェーンウィップ2個。バジリスクのハイパーヨーヨープラス1。スナイプサイフォスをまず。ありだね。ここあり。ディフェンダー棒、スパイク棒。めんどくせえな。武器が多彩すぎる。スパイク棒まだ。ロングストレンジとヘビーエナジー。ああ、ダメだ。あれが変わっちゃうね。あべ、これちょっと押しちゃった。玉鋼、マ
バジリスの鱗がないの。ヤタガラス、あーこれ作れるな。あ、これが作れない。お、クラマ B は作れるぞ。持ってないし。クラマ A は持ってる。アルファは持ってる。ベータ。ベータ作る。はい。お、やっぱ金がね。バウバウ。あー、パティの武器はまだいらないね。よし。金ねえな。ちょっと待って。防具売っとくか。いらんだろ。結構な金になるね。結構な金になるな。防具売るのありだね。一気に2万ところ増えたわ。水も汲んだし準備 OK だね。ですね。やだよ、離してよ。何？外出禁止令を破る悪い子は執政官様に叱っていただかないとな。いやだ、僕たちお父さんとお母さんを探しに行くんだよ。執政官様とやらの代わりに俺が叱っといてやるよ。よそ者は口出しするな。許してあげてください。私が直接この子たちに代わって執政官に頭を下げます。おや、もしやこの方。あ、失礼しました。気づいた。もしかしてまずかったでしょうか。まずかったかもね。結果オーライだな。ありがとう、お兄ちゃん、お姉ちゃん。お母さんとお父さん探すって言ってたね。坊やたち、お名前は？僕はアリフ、妹はライラって言うんだ。お父さんとお母さん、どうしたのかしら。ね、執政官様の馬車に乗せられて砂漠に連れてかれちゃった。どなどな。フェローの調査するんだって。はあ？一般人にそんなことさせてんの？フェローって。ああ。でもフェローの調査って何をする気よ？それに町の人を利用してってことだよね。ひどくない？ねえお兄ちゃん、お父さんたち探しに行かないの？お前死ぬぞ。そんな子供が。やめなさい。砂漠なんて言ったら。あなたたちが砂漠に行っても死ぬだけよ。ジュディス。いやいやいや、その通り言ってあげなきゃ。私たちが探すわ。だから砂漠に行ってはダメ。優しい。俺ジュディス大好きになっちゃったわ。この昔はそうでもなかったんだけどな、今になるとなんかジュディスの大人が、大人な言動が刺さるな。本当に？私嘘はつかないわ。いいでしょカロル。でお茶目なところもいい。機械ぶち壊し回ってんのもいい。過激派で。うん、いいよ。うん、いや。嫌にあっさりしてるわね。義をもってことをなせですよね。ありがとうお姉ちゃんたち。お礼にこれあげる。セミの抜け殻。ガラス玉。ビー玉か。素敵な宝石だわ。仕事の報酬ですね。先払いしてもらった分きっちり働かないとな、カロル。そうだね。子供からの報酬、ただのガラス玉だが何よりも価値が。にしても帝国がフェローの調査か。なんかまためんどくさいことやってんね、帝国様は。一旦出てで戻ろう。どうしたんですユーリー。いや、ここの執政官は何を企んでるんだろうってな。
フェローを探したりしてさ。まあ帝国としては姫様を狙う化け物は排除したいだろうけどな。確かに。でもあいつらエステルが狙われてることも気づいてないんじゃない？じゃあ何のためよ。私が知るわけないでしょ。別の理由があるのか。外出禁止というのもわからないわね。とにかくまずはコゴール砂漠でしょ。ああ、この町のことを調べるにしても帰ってきてからだ。早くあの二人の親を助けてやんないと、この暑さでぶっ倒れちまうよ。そうですね。で、砂漠の中央部はこの先抜ければいいんだっけ？そうね。おそらくあの子たちの両親が連れて行かれたのはそっちの方だと思うわ。わかった。行こうぜ。どうした？なんか気になってんの？あ、もうこっからここだわ。俺が記憶になるの。結構広いんだよな、このダンジョン。影一つないですね。この暑さ、想像以上だね。準備なしで放り出されたらたまんねえな。あのおっさんは準備なしでも平気そうよ。なんであんな元気な。おっさん、暑くないのか。いやー、暑いぞ。めちゃ暑い。まったく暑いぞ。頭おかしくなっちゃったわ。暑いって言われるたびに温度が上がっていく気がします。水の補給を忘れないようにしときゃ大丈夫よ。サボテンですね。でもあの子たちの両親は何も準備してないのよね。フェローも探さなきゃ。だけど、ええ、アルフとライラからの依頼を先にしていいかしら。え、でも命に関わる。私との依頼は終わったはずですから。エステル、よし、二人の両親を探そうぜ。え、今のフェローの？ねえ、やっぱりフェローはこの砂漠にいたんだ。せかすなって。あの子供たちからの依頼が終わったら存分に相手してやるからさ。砂漠旅、進めども進めども、見えるのは砂と青空のみよっと。レイブン、空が見えるなんて元気だね。僕もう砂しか見えなくなってきたよ。なんでおっさんのくせにそんなに元気なのよ。無駄話してると余計に疲れるぞ。誰か一人でも倒れたら連れて帰るだけでも一苦労だ。確かに。この状況下で背負って歩くなんて勘弁だからな。僕が倒れたらレイブンよろしく。残念、俺様の背中は女性専用よ。ああ、私は死んでも倒れないわ。私もご迷惑はかけません。もちろん私もね。わざわざ言わなくていいんじゃない。ちょっと一旦戻る。なんかイベントが起きるかも。あ、そういう風に。あのガキたちどこに。なんか起きないかな。宿屋で一旦寝て何も起きなかった。なんでこんなとこまで来なきゃいけないんだよ。まあうちの旦那のことだ。なんかあるにちげえねえ。おこぼれに預からせてもらうから。6名と1匹様ですね。400ガルドになります。あ、なんか起きるわこれ。エステル、あ、ユーリ、それ俺たちに報酬として渡そうとした。母の形見そんなもん売るな、刺すな。おふくろさん亡くなってるんだ。まだ子供の頃。ユーリのお母さん、
俺が赤ん坊の時だから顔は覚えてない。そうですか。自分が特別だと思ってました。お父さんもお母さんもいないって。ユーリもカロロもリタも一人で頑張ってきたんです。俺の場合は下町のみんなもいたから、私だってお城の人が面倒見てくれました。でも寂しい時もありました。その時はこれを見て母を思い出して自分を励ましていたんです。そんな大切なもんなら大事に持っとけ、俺たちに渡したりしないで。この旅を始めて片身のことすっかり忘れてたんです。多分ユーリたちといたから。もう寂しくなかったか、必要ないですよね、捨てるのか。古い思い出とは決別しないと。みんなそんなものなくても強く生きてるんです。私だってこんなものに甘えてるわけにはいかないです。いらないなら俺が預かっといて。ユーリ、必要な時が来る。自分を見つめ直す時に。確かに自分が何で生まれてきたか思い出すために。その時に後悔したって遅いぜ。そうかもしれません。でもそれまでユーリ預かっておいてください。気持ちがめげたらまたそれに頼ってしまいそうだから。こいつ極端なんだよな、やることが。いちいち頼ってもいいんだけどな。母の方、エステルが死んだ母親からもらったもの。寂しい時もいつも彼女と一緒。これ大事なイベントだったんじゃないか、意外に。もうなんか忘年会らしきものがあるらしいんだが、あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、LINE 来てるわ。時間がマジで止まらんな。どうしたもんか。もうちょっと続けてんだけど、なんか昼からになりそうだな。めんどくせえな。ゲームしててんだけどな。油断は禁物です。ハクトゥース、待って、カロリーになってんじゃん。カロルでいいのか。カロルでいいかな。たまにカロルとパーティー組むか。火はダメ。火の耐性があるから、ファイアボール消す。ストーンブ、あー、水が合うんじゃないか。シャンパーニュとフラッシュ。電線が、交流輪が、ラッパ、ピンショット。やべ、あ、間違えた間違えた間違えた。うわー、やべえ、変なアイテム使っちゃった。母の形見使っちゃった。どうしよう、どうしようもないんだけど、キャンセルできねえ。母の形見使ったらどうなるんだ。せっかく今イベント起きて、
ゲットした花を飾る。違う、これ何回も使えるアイテムじゃないか。そうだ、使ったらどうなるんだ。ゲット。勝てると思った？あ、お会いにく。これ好きなんだよね。勝てると思った？お会いにく。みんな気をつけて。レッドローパー。やっぱ水がじゃん。グラグラ言ってないで。邪魔するな。きらめいて寛容の力。いったいつだ。きらめいて寛容の力。進撃いくよ。ゲームの活力トラックコイン。トラクタービー。きらめいてやる。鼻で笑ってな。トラクタービームまあ悪くはないけど、無毒性の魔法だよね。まあ今は水かな。どうしよう、左からまず攻めていくか。ここの探索マジで骨が折れた気がする。むっちゃ広かった気がする。ここらで水補給しましょう。でもこれって、あ、いてててバカっぽい。頭使いなさいよ。こいつの出番ってこった。おお、次づらそう。水筒、水筒っと。次、僕ね。豆な水分補給が必要ですね。ああ、日干しになりたくないしな。全員済んだら先に進むぞ。水筒の水がゼロになった状態のままだと歩くたびに HP が減っていく。水筒を空にしないように注意しながら進みましょう。あ、あったらった、なんかこういうステージだった。相手に不足はねえ。スーパースター。行きましょう。電線が、交流連が。スーパースターがなんか異常に強いね。火が弱点。こういう連打。こういう感じなんだ。多分昼と夜で弱点の時が変わるんだ。夜は火が弱点。ちょっと待って。水耐性あんのか、これだる。これじゃあダメだな。水に絞らないで。ストーンブラスト、ロックブレイク、トラクタービームしよう。ナーイ。なんかお前らめっちゃ使ってない？おい、全力で戦うなよ。勝利の合図。あれ、はい、痛いぞカロル。キッズだからまだまだ。また強くなったよ。宝なかった。うわ、痛くしたらごめんなさい。あ、なんかまた新しい敵が。アイスバット。
余裕。これだ。ラブマリファイターを呼ぶ。それ。なんか変な技が飛ぶ。防御。いい防御だ。はい。ほら、やるわよ。はい。やったわね。やりました。フリーズストーン。夜は水減らないんだ。そんなには。スティング。待って、スティングはつけよう。いや、水はそこだ。あ。おい、トラトラ歩くと余計疲れるぞ。なんでそんな元気なの？いるよな。人がバテてる時だけ元気なやつ。ぶっ飛ばしたい。無駄に動くなよ。そんな元気もないわ。ねえ、あれから声聞こえた？いいえ、全然。ところで、あんたこんな砂漠に何しに来てたの？確かにここの北の方にある山の中の町に住んでたの、私。友達のバールと一緒に。だから時々砂漠の近くまで来てたのよ。砂漠に？それにしても何かを探す余裕はなさそうね。これはまったくな。自分の命つなぐのに精一杯だ。早く何か手がかりを見つけなきゃ。はい。なんでこいつはこんなに余裕なんだ。疲労マジで広いな。左から攻めてきてるけど。何回か。あ、そろそろ終わりが来る。そう。この距離で当たっちゃうの？痛くしたらごめんなさい。勝利の合図、行きます。ほい。はい。うまくなったもんだ。ここやっぱむちゃくちゃだるいステージだな。人で、なんかこの人で結構ね、経験値もらえた気がするんだよ。強い分こいつでなんか経験値稼ぎみたいなのやってた記憶があったりなかったり。みんな気をつけて慎重に行きましょう。せいや恐竜レンガ弾。それせい。恐竜せい。ここへ。それナイス。電線が。それせい。恐竜腹減ったな。さすがです。まだまだここから。おいおいおい、当たってる。よし、チャンストレイ。さっさとスーパースター片付けましょう。ドリア！
ひたすらこれでいきましょう。電線が、それか、お前には何もさせない。下段攻撃で最後当ててダウンを取り、おいおめえあげんなよ。先を急ぐぞ。800ももらえるよ。力が湧いてきます。普段どんくらいもらえてるか見てないから何とも言えないけど、上行ったら多分ね次のエリアだと思うんだよね。うわーやっちゃったー。お前には何もさせねえ。あげないで。これぞ俺流の。思いついたな。お。やれよ。いいね。風を送る。ああ。こんな感じでどう？いやお見事。よっ。やっぱりあれなんじゃないかな、こいつ効率いいんじゃないかな。うわ、やばい。ミーチ、えい、あ、こっちもあるんだ。うわ、マジで広いな。こっちも抜ける道あるの。フェニックスガード、ここつけてみましょう。やっぱ買わなくてよかったな、防具は。フェニックス。よら。僕に任せて。うわー、だる。電線が。電線が。いや、まず周りのゴミか。電線が。おい、邪魔すんな。ナイス。レイズジェット覚えた。これでライフボトル1回は頼らない。おい、徹底してリカをいじめてる。やばい。どんな問題。ここ経験値荒稼ぎできるの。当たってくれ。おお。隙だらけです。一気に行こうよ。これはね。待て、あっちだ。お前もう最悪だ。大割りにした意味がない。死ぬぞ。お前ら早く回復しろ。俺を死ぬぞ。いいのか。敵が多すぎて回復が間に合ってない。大丈夫です。やってくれるわね。まずエステルを回復させなきゃ。あーでもなんかカロルも死にそう。これやばいぞ。これちょっとよく書いたな。しまった。効かねえなった。これやばいな。 どれから殺す。こいつだ。次はグルーローパー4200台。交流
いいんじゃないか。TP が切れる。電線が交流レンガ弾。一個ずつ減らしてけ。ブルーを。ありがとうございます。電線が交流レンガ弾。交流レンガ弾。あれかもな。やばい。マルチエンカウントよくないな。うおマジか。遅かったね。殺せ。持ってけ。よし。死んじゃうかと。もう一回来るわよ。大丈夫？ありがとうございます。めっちゃアイテム買ったな。すげえ経験値もらえる。ここファーストエイド。終わりだ。効率悪い。こんだけ頑張って1600完了と。あんま良くないな。あーやっちゃった。相手に不足はねえ。これで一人が一番効率いい。フェイタルストライク止めろ。あなたたちの負け。これ一番効率いいね。簡単だし。なあ当たってる？お前の範囲広すぎるな。ちょっと。まるで骨が TP を回復する。ダウン攻撃やめてくれ。ダウンしたりしなかったって違いは何？決まったな。ライフボトル欲しい。僕に任せて。欲しいやつだな。まずお前を殺す。いやもうダウンやめてくれ。ダメージが通らん。エステルが強いつけてる。電線が交流レンガ。
よし、いける。早くこいつ。みんなでボコすか。ほら、ミンチずつだ。全力全開全速前進。まだまだ。かなり稼げるな。やばい、サボテンが見当たらん。いいよ。ブーンで戻ってきた。で次真ん中の探索。夜みんな気をつけて、グダグダ言ってないで。下攻撃が良くない。50行きたいから春波50で、特技で行ってないのは、まあ、全部特技は行ってるな。じゃあもう遠征だ。なあ、同じ方向からだ。ごめん、ほらそうだハローちゃんと分かってきたね。いやー、ね、華麗に勝利。素材も集まり、経験値もたまり、ここいい狩り場だな。夜はあれいらないね、サボテン。ヤバそうな敵ね。気引き締めろよ。ナイス。ごめんごめんごめん、やれやれやれ。そうだ、終わりだ。力が湧いてきました。ボーナスステージや。よし、うん、1人隙だらけです。さっさと片付けましょう。
なんかレベル上がってる気がする。30いったか。すげえ、なんか宝の山みたいなあったけど、ドゥエー確実に仕留める。覚悟しな。スーパースターがいないとどれくらいもらえるか気になる。本当にあいつが経験値っぽいですよ。フェイタフェイタフェイタ、ボコゼボコゼ、みんなでボコゼ。どんな問題？351。もう運命の差だね。やっぱあいつは見かけたら戦うが吉。よっしゃー。こっちの下はなさそう。ボワン。ボワン。ボワン。これで全部なんじゃろ。で、やっちゃった。さて行くかね。一人なら。これぞオレリアン。とどろけ勝利の歌。決まったな。存在意義。僕たち随分たくさんの敵と戦ってきたね。これだけ戦っても魔物っていなくならないものなんですね。エステルらしい発想だわ。俺たちの力で簡単にいなくなるんだったら結界なんていらないだろう。けどどうして魔物っているんだろう。人間に倒されるためよ。あら、また極端なこと言うのね。だって魔物なんてそれ以外に100倍あって一理なしでしょ。
本当にそうなんでしょうか。そこにいるからには何か意味があるような。深く考えてもしょうがねえでしょう。そんなこと言い出したら人間だってどうしているんだってことになっちゃうしね、うん、俺レイブン派。そうですね、どうしてなんでしょう。真面目かこいつ。またややこしいこと言うなよおっさん。いや、それ以上考えるなって意味で言ったつもりだったんだけど。ジタバタするなよ。俺たちの武器は剣と魔法と団結力。素敵です。いいね、大事だね団結。あ、ここで終わりか。よし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 、じゃあもう探索終わりと見ていいんじゃない。壊した、やばい。ちょっと待って、サボテンここら辺壊してるから水が尽きるぞ。早くエリア移動しよう。よし、あ、ここエリア移動じゃないのか。やっぱ右奥なんだ。やばいぞやばいぞやばいぞ。なんかもう水使い切った気がする。サボテンの給水ポイントがない。いや、これも壊してるよね。死んでまう。もう水がない。全部飲むんじゃねえぞ。お、優しい。ありがとうユーリー。ちょっとこの辺で休憩にしない。まったくしょうがないね。なんでこんな暑さに強いのこいつは。お、ついに一人壊れた。水、あ、ちょっと気をつけて。砂に足を取られたら危ないですよ。なんだよ、まだ元気じゃねえか。おっさんも行くかい。みんなして力の出し惜しみしやがって。やれやれみたいな。生き返った。いやでもお前その後地獄だぞ。カンカン照りの。本当もうダメかと思った。おうおう、これからの未来を背負って立つ若者が情けないね。うっさい、このまま進むのも危険だよね。でもここで引き返したらあの子たち悲しむわね。きっと。とりあえず力の続く限り行くわよ。あわよくばフェローだって見つかるかもしれないですから。だな、水場も見つけたし、もうしばらくは捜索できるだろう。毒を食らわば皿までってことね。そっか、そうだよね。そんなことよりカロル、ちゃんと水筒に水入れたか。はい、汲んどいたわ。はい、リタも。おい、マジでいい女だな、ジュディ。さすがジュディス。あ、ありがとう。ママじゃん。他は平気だな。はい、んじゃ、先へ行きますか。ちょっと厳しいところがあるのもいい。これどっち？こっちが今来たところ。そうだ。ここが休憩か。中間地点、セーブポイントになりました。おエアストーン、宝箱戻ってます。あ、これ全回復の。おお、いいね、いいセーブポイント。ここで無限にレベル上げできるんだ。何しようとしたんだっけ。ブルードラゴンもう終わってるし出さなかった。エストック、まあ一旦エストックいくか。もうちょいリベットベルト終わり。
パイオヨガ。バスタード終わってる。カロリアンソード。こっちだ。コタロウ、ジライア、タケミカズチ。力だな、ヤタガラス。スナイプサイフォス。あー、スマッシュ号からやっとくか。今のうちにこいつらのスキル踏むとこ。セーブしちゃう。一回セーブしちゃう。何回やってもいいから。一旦ここでやめとこう。ちょっとなんか俺昼から忘年会あるかもしれない。だから忘年会から帰ってきてからまたやろうかな。めんどくせえなーマジで、まあ、付き合いだからしょうがないけど。ではまた帰ってきてから、多分ね昼からになりそう。それか昼からになるかなくなりそう。なんか今論争してる同期同士が。では、また今日の夜にでもお会いしましょう。おつかれ様でした。